日産 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。昔からスポーツは苦手なんですけど、こういう勝負事は負けず嫌いです。案内人の M です。根っからの負けず嫌いです。カメラマンダブルです。はい、ということで、日産 YouTube チャンネル3万人達成してるかどうか、ちょっとこのタイミングではわからないんですが、3万人達成、ツイッター連動企画ということで、ツイッターで該当のツイートに引用リツイートで動画の企画を投稿していただいた方の中から採用された方にプレゼントなんていうことをいろいろやってます。その一つです。今日は電費対決。電費対決、まあ電費対決というか、この日産サクラ、今日ご用意したの2台サクラ持ってきたんですね。日産サクラに乗って2時間走って、私とダブルさんで走行距離、平均電費、バッテリー残量を勝負してまいります。勝負です、私とダブルさんで。そして当チャンネル初の私とダブルさんバラバラに撮影します。はい、そんなことをやっていきたいと思っておりますので、どうぞお付き合いください。それでは行ってみましょう。はい、ということで2台サクラ持ってまいりました。どちらも日産サクラ、そしてグレードが両方とも X、両方ともスタッドレスタイヤを装着しております。そしてバッテリー残量も両方ともバッチリ 100% に揃えました。これから私とダブルさんで好きな方に乗って2時間走って、2時間経った時のバッテリー残量、平均電費、走行距離、ちょっとご報告して、最後に2人でこれをぶつけてどっちが勝ちかを決めようぜというやつです。じゃあ早速やっていこうかと思うんですが、ちょっとまず愛車を決めないといけないですね。こっち、まあそう言われると思いました。はい、こっち。じゃあ何ブルーっていうか当たったら、ソルベブルー。あ、ソルベブルーでございます。はい、そして私がブロッサムピンクの方の桜、春色の桜と夏色の桜で走ってまいりたいと思います。ではまずスタート前に準備として、じゃあお互いちょっと電源を同時に入れて、そして走行距離計とかいろいろリセットしたいと思いますので、じゃあちょっとダブルさん乗りましょう。じゃあドライブコンピューターをリセットしましょう。すべての項目をリセットしました。はい、 OK です。はい、お互いもう電源はオンにしました。そしてお互いリセットしました。ここからが勝負のスタートです。ではちょっとアラーム設定しましょうね。でちょっと一応ですね、ルールをお話しすると、必ず2時間は走り続けてください。途中で駐車場とかで停車をしたり、もちろん電源も切ってはいけません。まあもちろんですね、あの走るルートによっては信号待ちとかあるんで、これはもちろん OK なんですけれど、とにかく乗って走り続ける。あとは自由です、はい、2時間ちょうどのところでご報告、そしてまたここでお会いしましょう。よろしいですね、覚悟。はい、ちょっと意気込み聞きましょうか。勝ちます。勝ちます。私は負ける気がしません。お互い負けず嫌いということで、それではスタートしましょうね。用意スタート。それではスタートします。ダブルさんにお別れをつけます。行きましょう。ここからは、私とダブルさんお互いに2時間走り続けるだけということで、よいしょ。ちょっとダブルさんがどういう計画で走っていくのか分かりませんけれど、私の後方にダブルさんが私と逆方向に走っていく様子が見えました。どこ行こう。あっち行ったから、私こっちから出てみようかな。さてでですね、私の計画はと言いますと、まずこれ見ていただくと、私しれっと上着を脱ぎました。乗り込む時にですね、ついでに上着を脱いで、走っております。まあでですね、今、走行モードがスタンダードになってたので、これは一応ですね、よいしょ、走行モードはエコにしていきます。エコモードの後、Eペダル有効にするかちょっと迷うんですけど、ちょっと Eペダルなしで走ってみましょうかね。今回可能な限り惰性で走る距離を稼ぐという点では、Eペダルオフの方がいいんじゃないかなと思うんですよね。
改めて今回の企画ちょっとお話しすると、平均電費、そして、走行距離、さらにバッテリーの残量、この3つを競うんですよね。ただこの中にバッテリー残量と、走行距離っていうちょっと相反するものがあるので、まあ平均電費をどん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 上げていけばバッテリー残しつつ長距離走るっていうのできるとは思うんですけれど、これ両方を勝つっていうのはちょっと難しいんじゃないかなと思ってるんです。なので、まあ、ダブル3対策としてどっちをやったらいいかなっていうのをちょっと迷うところではあるんですが、どうしましょうね。要はどの項目を捨てるかっていうのを考えていきたいと思います。3項目中2項目さえ勝ちを取れば総合的には勝ちですので、ここをですねどうでなっていくか考えたいところなんですけれど、ちょっと私の予想ではダブルさんは距離を稼ぎに行くんじゃないかなと思っているんですよね。どうでしょうね。なので私は距離はそんなに稼がずに平均電費とそしてバッテリー残量でちょっと勝ちを取ろうかなという、そんな計画で走っていきたいなと思います。どうでしょうね。こっから2時間、そして今私つい B モードに B レンジにしちゃってました。今日 D レンジに変えます。ちょっとシーンによってですね D レンジにするとなんか下り坂があるシーンとかではより電気をこう回生ブレーキで回収しながら走れるんじゃないかなとも思ってるんですけれど、私はとりあえず作戦としては走行距離はちょっと捨てて平均電費とバッテリー残量を取りに行きたいなと思っています。とりあえず電費にいい走りをしたいので、走るルートとしてはちょっと郊外の道路の方に抜けていきたいなと思っております。郊外の信号の少ないところを走って少しでもストップアンドゴーを減らすような動きをしたいなと思っています。電費にいい走りということで、ドライブモードはエコモードでずっと走っていきたいと思います。さくらのドライブモードはエコ、ノーマル、スポーツの3つのモードがございます。私はその中のエコモードで今日はずっと走っていきたいと思います。で、Eペダルは有効にしておきます。案内人も多分、電費とバッテリー残量狙ってくるんじゃないかなと思うんですけど、いつだかさくらで電費対決をした時に案内人がエアコンオフにしていたので、今日は私もエアコンオフで少しでもバッテリーに優しい走りをしていきたいなと思います。メーターの外気温度計で14度になっているんですけど、車の中はちょうどいい温度、ちょっと涼しい感じの温度になっているので、エアコンオフでも十分快適なお天気になっております。ダブルさんがちょっとどこに向かって走っていくかとかも想像したいところなんですけれど、なんかダブルさんのことなんで、なんか目的地なく適当に走りそうだなっていう気もしたりするんですよね。ちょっと郊外の道路を狙いたいんですけど、ここ走ろうっていうのがちょっとまだ頭になくて適当に走っている状態です。そうそう、で今日の作戦で私話途中になってました。しれっと上着を抜いてきたんですけれど、エアコン今オフです。使いません、使ってません。外気温がですね今日13度ですね。車に搭載された外気温度計が13度、ただ日差しが結構強いので、このままエアコンオフでどれだけ走っていけるかなっていうのはちょっと不安なところはあるんですけど、私の車もダブルさんの車もとりあえずスタート前まではずっと日陰のところに止めてたので、今ある程度車内温度は
涼しいなというとこなんですけど、なんかここからどん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 気温上がってきそうだな。耐えきれなくなったらエアコンをつけることも検討はしたいんですけれど、どうですかね、あのエアコンつけずに済みそうなルートを走るっていうの可能ですかね。なんかこうワインディングの林の中、森の中をかけていくみたいな、そういうルートだったら日陰が多かったり、あと標高が高いと、まあ、気温涼しいからエアコンかけなくてもいけるみたいのあるかもしれないんですけれど、どうだろう。そんなルートを走りつつ、ちょっと私の今回の方針の走行距離は捨てて平均電費と、バッテリー残量で勝負をするっていうのが叶うのかどうか。あと今ドライブコンピューターの方を映してるんですけれど、ちょっとですね、私も走りのですね、このアクセルワークをちょっと意識しないといけないので、ちょっとカメラで映ってるか分かんないですけど、パワーモニターっていうんですかね、電気を使ってるのかそれとも回収しているのか、そんなのが、表示される画面でいきたいと思います。いやしかし2時間って長いな2時間結構長いな。距離は稼がないとは言いつつも、2時間もぐるぐる市街地走り続けるのちょっとしんどいですね。ちょっと北上してきたので、どこかで脇にそれてなんか雰囲気違うところ走ってもいいのかなとも思ったりしますが、どうしましょうね。割と私もダブルさんもそうかもしれないんですけれど、どこに向かって走るかって無計画で来てしまったので、まあ今ダブルさんがどんなことを話しながらどこに向かってるか本当に分かんないんですけれど、ちょっとこれ結構楽しみですね。普段は私とダブルさん一緒に乗って走ってるんで、どこに向かう、今私の目の前をソルベブルーの、ソルベブルーの桜が通ってったんですけど、あれダブルさんかな、そんなことないよな、たまたまだと思いたいんですけれど、でもダブルさんに抜かされてった、どこ走った、いやそもそも今のダブルさんだったのか、どうなんでしょうね。いやこれ結構面白い展開かもしれません。いや本当に全くの赤の他人だったらごめんなさいなんですけれど、とりあえず私はしばらくこの国道4号線をひたすらに北上していきながら、ちょっと途中でですね、どこに向かうか少し考えて走ってみたいなとも思っております。でも今私の前を横切っていったソルベブルーの桜が本当にダブルさんだったとすると、あれだって忍山方向に向かってるのかな。もう山登ったりはあんま考えにくいので、いや違う車だと思うんだよな。出発時点で私とは逆方向に行きましたけど、どこ行くんだろう。まあ、できれば下手になんか坂道とか行ったら怖いので、なるべく平坦な道、あまりアップダウンのない道を行きたいなと思っております。もしかしたら案内人は峠の方とか逆に行くんじゃないかなって思ってるんですよね。わざとアップダウンのあるところに行って、下り坂でめちゃくちゃ電費とバッテリー残量を稼ぐみたいな動きするんじゃないかなと思っているので、私は平坦な道でどんなもんかっていうのをやっていきたいなと思ってます。さっきからストップ&ゴーが止まらないんですけども、Eペダル使うことでそんなストップ&ゴーが多くてもストレスなく走っていけます。あ、ちょっと私作戦変更してもいいですか。あ、でも考えてみれば私あんまりこの福島市からさらに北の区域ってドライブしたことないんだよな。